の演目に集中しました。2日、3日の連日に開かれる FOMC アメリカ連邦公開市場委員会、そして4日と5日に開かれる日銀の金融政策決定会合の結果を見極めたいという両取りムードが広がっています。では、海外市場の動きをブルームバーグからお伝えします。はい、こんばんは。いよいよアメリカの金融政策を決定する注目の FOMC。